はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラナインの方をやっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、8月の天気雨というストーリーを見ていこうと思いますよ。8月のシンデレラナイン。はい、というわけでこちらのストーリーはですね、8月の天気雨といいまして、ハチ様の朗読劇限定のストーリーがですね、フルボイスでこのゲームにも登場したよというものになっております。はい、というわけでフルボイスの限定ストーリーを楽しもうということですね。ということで、フルボイスなのでね、いつもストーリー僕が読んでますけれども、今回はね、本人の方々がね読んでくれるということで、僕はね、ゆっくりと見させてもらおうかなと思います。はい、というわけでね、ストーリー的には第6話までありますので、まあどうしようかな、分けようかな、まあいいか、一本の動画にしちゃおうか。もう一気にね1話から第6話まで見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、じゃあプロローグから早速見ていこうかなと思います。8月のシンデレラナイン。今の私がいるのは過去の私がそれを選んだから。でも、もしも別の未来を選んでいたら、今の私とはまるで違うもう一人の私がいたかもしれない。例えば。ねえ、翼はどの部活に入るの？とりあえず今日は陸上部の体験かな。じゃあ私も一緒に見学行こっかな。あれ、あの人どうかした？あの時、学校の廊下で監督を見かけた私。8月のシンデレラナイン。女子野球部です、よろしくお願いします。未経験者も大歓迎です。一緒に野球やりませんか？あの、一ついいでしょうか？なになに、もしかして入部してくれるの？チラシに書いてある募集のどの字が幕になってますよ。うわ、本当だ。あの、私野球未経験なんですけど、よかったらお話聞かせてください。あの時、必死になって女子野球部を作った私。有原さん、あなたの作った野球部を見せてもらったわ。悪いことは言わない。今すぐこんなお遊びはやめなさい。この勝負は二人だけの勝負じゃない。これは東雲さんと私たち野球部の勝負だよ。どこまでついていけるかは分かりません。でも私も野球部の一員ですから、参加させてください。そんなボロボロの状態でいつまで立っていられるかしら。いつまでだって立っていられる。だってみんなが一緒に戦ってくれるから。あの時、大切な仲間たちに出会えた私。もう一人の私が野球を諦めず続けることができたのは、たとえ一度諦めてもまたやり直すことができたから。それを教えてくれたのは、あの夏の天気雨だった。翼、おはよう。おはようございます、翼さん。翼さん？あ、ゆきちゃん、ともっち、おはよう。どうしたの？朝からぼんやりして。実は昨夜変な夢見ちゃって。変な夢ですか？そうそう、いつもみたいにグラウンドで練習してたら急に雨が降ってきたな。空はバッチリ晴れてるのにさ。ああいうの、タヌキの土俵入りって言うんだっけ？狐の嫁入りだと思いますけど。ああ、そう
にかく不思議な雨で、そこに現れた野球の上手そうな子がいきなり真剣勝負を挑んできたんだ。野球の上手そうな、それってどんな子？忘れちゃった翼ってばいつもこうなんだから。なんとなく知ってるような気もするんだけど、相手の顔がどうしても思い出せなくて、気になったまま眠れなくて気づいたら朝になっちゃった。それでぼんやりしていたんですね。ぼんやりするのもいいけれど、早く踏切を渡らないと電車が来るわよ。東雲さん、いつの間に。そんな大げさに驚かないでちょうだい。おはよう東雲さん。夏休みだからといってそんな寝ぼけた顔をしないでもらえるかしら。もたもたしてると練習に遅刻するわよ。あ、踏切が。私たちも行こっか。練習メニューは決めてあるの？まだだよ。監督と一緒にみんなで話し合おうと思ってたから。私は新しいメニューを考えてきたわ。どうしたの、ゆきちゃん。さっきから踏切の音だけずっと鳴っているんですけど、どうして電車が来ないんでしょうか？本当だ、どうしてだろうね。どうせ故障か何かでしょう。そんなことより急ぐわよ。翼、早く行こう。うん。8月のシンデレラナイン。まずい、遅刻だ。だから言ったでしょう、ゆっくりしている場合じゃないって。あんまりみんなを待たせると悪いし、部室で着替える前にグラウンドで練習メニューを話し合わない？それがいいですね。あ、まだ誰も来てない。セーフって、あれ、グラウンドここだよね。そのはずですけど。こんなに荒れ果てて一体誰の仕業？昨日まではちゃんと整備されていたのに、急にこんなに雑草が生えてくるなんて。地面もデコボコで、なんだか変じゃないですか？まるで時間が巻き戻ったみたいに。悪い夢でも見ているようね。ともっち、私のほっぺたつねってくれない？え？いいの？大丈夫？うん、思いっきりね。わかった。ひどいよ、ともち。翼がそうしろって。他の皆さんはどこにいるんでしょうか？おーい、みんなーって、あれ？私たちの部室は？野球部が、テニス部に変わってる？どういうこと？ありえないわ。ともっち、もう一回私のほっぺたつねってくれない？さっきは右だから今度は左。えい！痛た、さっきより痛い。うわー、ともっち。あなたたち遊んでいる場合じゃないでしょう。これは明らかに私たちに対する嫌がらせよ。他の皆さんのことも心配ですね。どこにいるんでしょうか？ゆうきちゃん、どうだった？1年3組の教室には野球部の皆さんはいませんでした。ともちさんの方はどうでしたか？うちのクラスも誰もいなくて。あ、東雲さん！念のため2年生の教室も回ってみたけど、やっぱりいないわ。皆さん、どこへ行ってしまったんでしょう。
あら、有原さんは？え？そういえば、さっきから翼の姿が…ともっちさん、一緒じゃなかったんですか？ううん、私はてっきりゆうきちゃんと一緒なのかなって。こんな時にいなくなるなんて、一体何を考えているのかしら。おほん、生徒の呼び出しです。女子野球部の皆さん、女子野球部の皆さん、大至急部室に集まってください。繰り返しお知らせします。ピーンポーンパーンポーン最後のチャイム、自分の口で言ってたよね。恥ずかしいにも程があるわ。あ、戻ってきました。こら翼、校内放送を勝手に使ったりして平気なの？え、今のは私じゃ。ピーンポーンパーンポーン、先ほどのお知らせについて訂正があります。この声、有原さん？女子野球部の皆さんは部室がありませんので、大至急体育館に集まってください。ピーンポーンパーンポーン。どうして放送室から翼さんの声が？あなた、私たちをからかっているの？ねえねえ、今の校内放送どうだった？ちゃんと聞こえた？何？これは、どういうこと？翼さんが…二人いる？8月のシンデレラナイン。そっくりだね。本当、そっくり。なんか、声まで似てない？どちらが翼さんでしたっけ？他人の空似にしては、できすぎているわ。もしかして、野球とかやってたりする？え？なんとなく、そんな気がしたから。野球は、遠慮しようかな。そっか、残念だな。もし、興味が湧いたらで構わないけど、その時は、私たちと一緒に野球やろうよ、ね？そんな機会があればいいけど。あ、いけない！校内放送の電源切るの忘れてた！ちょっと行ってくるね！やっぱり、有原さんとは別人ね。見た目はそっくりでも、野球に対する情熱がまるで違うわ。確かに。私たちのよく知ってる女子野球部を作った翼さんではない気がします。当たり前だよ。私は女子野球部を作った覚えはないし、この学校には女子の野球部なんてないんだから。え？あなた、何を言っているの？だって私は野球を諦めたんだもん。そっか、やっぱり、あなたも、本物の翼だったんだね。本物？どういうことですか？さっき、翼が野球は遠慮しようかなって言ったでしょ？ああいう辛そうな顔、私は前にも見たことあるんだ。どんなに実力があっても、女の子は甲子園に行けない。それを知ってた翼は、自分の夢を、大好きな野球を、一度は諦めたんだよ。一度って、何言ってるの、ともっち。多分、ここにいるのは野球を諦めた翼で、放送室へ行ったのが、私たちの知ってる野球を諦めなかった翼。私たちは、女子野球部が存在しない世界に迷い込んじゃったんじゃないかな。8月のシンデレラナイン。ここが女子野球部が存在しない世界。それじゃあ
グラウンドも部室もここには。ちょっと待って、全く理解できないのだけれど、要するにこれは有原さんのせいということ？なんで？私には関係ないことでしょ。いいえ、関係はあるわ。あなたが野球を諦めたのは分かった。女子野球部が存在しない世界だというのも、まあそういうことにしておきましょう。けれど、野球を諦めたというのは何？だって決めたから。シニア最後の試合に全力で挑んだら、それで野球をやめるって。どうせ甲子園を目指せないのなら、きっぱりと潔く引退したいって。だから女子野球部のない学校を選んで入ったのに。あなたが私に向かっていたこと、今でも忘れないわよ。女の子でも男子と戦える、それを大人たちに見せつけて、あっと言わせてやろう。その言葉を信じたからこそ、私はあなたが作った女子野球部に入ったのよ。でも、あなたが野球を諦めるのは勝手かもしれない。でも私は決して認めない。有原さんが野球を捨てるなんて、この私が絶対に許さないわ。ちょっと東雲さん、落ち着いて。野球を諦めた翼が、私たち女子野球部がある世界のこと想像できないのは仕方ないよ。あの翼さん、ひまわり畑に行ってみませんか？え？あの場所に私を誘ってくれたのは翼さんでしたから。だから今度は私が翼さんを連れて行ってあげたいんです。野崎さん。もう一人の翼さんは、私のことをゆうきちゃんって呼んでくれるんですよ。そんな風に仲良くなれたのも、あの場所のおかげだと思うんです。だから、うん、行ってみよう。いいよね、東雲さん。翼も。8月のシンデレラナイン。畑なんてあったんだね。私たちの世界では、このグラウンドをみんなで力を合わせて整備して、野球ができる環境にしたんですよ。雑草を抜いたり、石をどかしたり、地面を垂らしたり、本当に大変だったよね。私に振らないでちょうだい。私は何もしていないのだから。ごめん。でもあの時は監督もみんなも本当に頑張って手伝ってくれたよね。え、監督がいるの？もちろんよ。監督だってあなたが巻き込んだのだから。監督といっても同じ学年のクラスメイトなんですよ。監督、どんな人なんだろう。監督に出会えたから、翼はまた野球を続けられたんだよね。そんな、もう一人の私が野球を諦めずに済んだのは監督のおかげだったんだ。翼さんが監督と一緒に女子野球部を作って私を誘ってくれたから、私は野球と皆さんと出会えたんです。私も翼と一緒に女子野球部を作ってなかったら、夢中になれるものを見つけられなかったかも。私が女子野球部に入ったのは、有原さんがいるからよ。それ以上でも以下でもないわ。そうなんだ。いいな。私も諦めなければよかったかな。今からでもまだ遅くないのかな。遅くないよ。そうですよ、翼さん。野球と向き合うのに早いも遅いも関係ないわ。そうだよね、まだ
り直せるよね。あ、雨。本当だ。急に降ってきましたね。空は晴れてるのに。これは、いわゆる天気雨ね。ああいうのをタヌキの土俵入りって言うんだっけ。だから、キツネの嫁入りだってば。そうだったね。ひょっとして、私たちのよく知ってる翼さんですか？え？どういう意味？私は私だよ。それより、私だけ置いてくなんてひどいよ。放送室から戻ったら誰もいなくて。みんな、ここで何してたの？もう一人のあなたに、グランドを作った時の話を。そういえば、もう一人の有原さんは？8月のシンデレラナイン。翼さん！どうしたのみんな？私ならここにいるよ！わかっているわ。もう一人のあなたの方よ。さっきまで近くにいたと思うんですけど。どこへ消えちゃったんだろう。教室にでも戻ったのかしら。行ってみましょう。ちょっとみんな待ってよ。ねえ。あれ、あなたは。私に投げてくれないかな。真剣勝負。マウンドから一球だけでいいから。いいよ。手加減しないで思いっきり投げてね。あなたが投げる球見てみたいから。うん。よーし、いくよー。するのもいいけれど、早く踏切を渡らないと電車が来るわよ。し、東雲さん。先に行くわよ。踏切が。私たちも行こっか。翼、電車来ちゃうよ。早く早く。うわー、待ってよみんな。今の私がいるのは、過去の私がそれを選んだから。だから、未来の私が後悔しないように、私は今、この瞬間を全力で生きようと思う。あの夏の日、もう一人の私と、そばで支えてくれるみんな。それに、監督と出会えたおかげで、私は女子野球部を作ることができた。今では私にも同じ夢を追いかける大切な仲間がいる。8月の天気雨みたいに太陽を浴びてキラキラ輝いてる。かけがえのない仲間たちが。